皆さんも、OK、自分のおばあちゃんのことなんですけど、あの今、まあ、自分の祖母はあの施設にいます。あのまあ、去年まで一緒に暮らしていたんだけど、ちょっと家で転んでしまって、まあ、特養っていうのかな。そこにいて、まあ、僕らも面会できないんですよね、まあ、コロナってことで,であの。母から連絡来たんですけど、あの10万円の給付金があの祖母に入るそうで、その手続きを。 母がしたいと思ったんだけどなんか施設の人がなんかやってくれたりとかしてなんか10万円入るんだよねみたいな話をされたんですよねでそこであの僕が思ったのはもうさその自民党のやってることっていうのはかゆいところに手が届かないよねってうもう結論ですよね要は特用にいる祖母っていうのはさその10万円なんて欲しくないんですよ祖母が欲しいのはあのぬくもりとか触れ合いとか で家族との交流とかコミュニケーションを求めてるんですよでもそれがコロナで断たれているわけですよね面会行けない会えない喋れないわけでで逆にその10万円欲しいのは僕なんですよね働くまあ低収入の人間があのシフト削られたりとかあの仕事をねその失業を食らってしまったりとかであのカツカツで10万円欲しいのに僕には来ないわけであの 祖母に行くってこれめちゃくちゃおかしくないかって思いますよね。まあ、こういうまあ政権で制度で自民党がまあ決めることっていうことに対して。まあ僕がね。動画でブーブー言ったところで、何も変わんないからまあ受け入れるしかないんだけど、もう本当にこれをおかしいよね。って思うんだよね。まあおかしいって思うなら。じゃあお前は？ あの、大和太郎みたいに行動して何とかしろよとかそういう話になっていくんだけどいやそんなことはできないからこのおかしい中でまあ受け入れてまあ生きていくしかないよねって思うんですけどもう逆だよねほんとにこれはあの思いました俺に10万円でしょってうんで祖母にはその家族と合わせるように持ってってくれやってでここ2年ぐらいでさまあ志村けんのはねあの弟さんがお兄さんがその 最後会えなかったって泣いてたじゃないですか。で、そういう人、世の中に多いですよね。めちゃくちゃ多いと思う。もう本当にそれ、なんかもう、ね最後、その、老人ホームとか、あのもう余命宣告された人間とかが、あの、人がさ <laughs> あの、お金なんて欲しくないんだよ、10万円なんて。もっと温かいものとかさ、ぬくもりが欲しいのに、で、金を配ってるって、もちろんね、そうじゃないケースもあると思いますよ、その、 一人暮らしで、まあ、非課税の、ね、ご老人がまあ10万円もらえてありがたいとかあると思うけどもうこれはもうもうなんなんでしょうねこれはもうわからないですもうで結局その10万円はんかじゃあ祖母の通帳に入って、まあ、祖母はさそのね老人ホームにいるから自分で使えないじゃないですか売店とかってそこで使うの <laughs> だから結局ね その娘とかが管理するわけじゃないですか。もうおかしいよね。なんか。ってことがありました。いや、合わせろやって思うけどね、単純にね。うん。まん延防止になっても、が解除になるじゃないですか。でも、その、ああいうさ、面会とかはできないんだよね。病院とか、老人ホームの。これはまだまだ先だよ。あのみんなのマスクが取れないと、多分できないと思います。でちなみになんですけど、 あの今週その地震がでっかいなったじゃないですか、まあ、数日前にその翌日っていうのはやっぱ自分の職場は結構あの高級な店なんであのまあまあダメージを受けてまあちょい暇でしたで今日があの昨日地震があったからまあちょい暇でしたでなんか地震があったりねコロナがあったり花粉があったりいろいろ大変ですけど まあ頑張っていきましょうって僕は思いますしでこのまま俺おばあちゃんにさ会えないのたまにねあの、怖くなるんだよねなんか、うん、一日のうちなんか一瞬ねまあ毎日じゃないけどやべこのまま会えなくても次あのなんか亡くなってしまうって葬式何の会えるのかなんかゾッとするんだよねなんか であんまりそういうことを考えすぎても良くないと思うしでも考えなきゃいけない大切なことだと思うしだからそのきついよね発球っ,ってこれなくなられたらねなんか自分がそのベストを尽くして、まあ、人事を尽くして天命を待つじゃないけどでね本当にタイミング寿命が来て行かれる分にはいいけど何もできなくて。 かれててしまうってさ最後に会ったのいつよとか最後に、ね、言葉交わしたのいつよって話じゃないですかこれはちょっと社会問題ですよねオンラインで会えないのかね入院してる人とあの老人ホームの人とか東京の人とかねでもオンラインじゃやっぱダメだよね、まあ、<laughs> まあ何もしないよりかはいいと思うんですけどって考えると10万円とかさ <laughs> 求めてないからねその むしろご老人はね、年金があってて、なかなかその、金銭面を潤ってると思うんですよね、って僕は思いました。で、要はさ、もう自分の両親も60代で、あの、もうおじいちゃんおばあちゃんなんだよね、世間から見たら。だから、そこも、まあ、いつどうなるか分かんないしね、って考えるとね、ちょっと、 まあ自分もね、人生の折り返しして、もう過ぎてるかもしれないしね、もう後半戦突入,突入してるかもしれないし、で考えると、やっぱ親孝行したくなった時に、親はもういないとか言うじゃないですか。って考えると、先手打っていかなきゃいけないのかな、とも思うんですけど、ね、どうすればいいんだろうね。俺が、その、まあ、前は正直こう考えていたんだよね。自分が元気に明るく楽しく毎日を過ごすことが親孝行って考えていたんですよ。 ね、それが親孝行じゃないのかと思ってたんだけどでもやっぱ、まあ、自分も年齢がいってやっぱなんかしなきゃダメだよねと思うんですよね。で意外とねその求めてるのはその仕送りとか,なんかそういうことじゃなくてなんか触れ合いとかぬくもりとか一緒に飯食いに行くとか,なんか会話するとかそういうことなのかもしれないよね親が求めてる僕に求めてるその幸せっていうのは幸せと感じることは。 でもね会話してもそんな楽しくないしねなんか話も合わないし、うん、で親は親でさなんか僕との関係性が一番良くてあの楽しかった時コミュニケーションが一番良好だった頃になんか軸を置いている感じでなんかそこからなんかずれたくないっていうかなんかそこにいたいっていう気持ちが強くて執着してるんだよねでもやっぱ自分もね大人になったりとか すると年齢が立つと親との距離感とかなんか親にね、あのー、する顔っていうのは変わってくるし付き合い方も変わってくるからなかなか難しいよね。でやっぱなんか親になんかするってこと大事だよね親孝行って。でもなんかどううしよかねって思います <laughs> あちなみにねあの意外となんだけど親はその子に。 ギブすることがなんか助けたりとか手を差し伸べることが俺にね俺はまあ自分で何とかやろうと思うじゃないですかでもそれが逆に親孝行だったりするんですよねなんかパラドックスの話ですけどとも最近感じますまあ人生いろいろありますよね島倉千代子じゃないけどねではどうもありがとうございました